どうも、ゾウです。キーです。イエーイ。今回はですね、こちらディズニーストアの箱に入ってるんですけど、プレボが届きましたので、なんかね、どうも僕の誕生日プレゼントらしいんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで早速ね、開けていきたいと思います。それではスタート。ちょっと指パッチできなかったね。じゃあ早速ね、開けていきたいと思います。嬉しいですね。もう今年はなんかひっそりと、お誕生日を過ごした。ひっそりとでもないな、はい、過ごしたのはね、割と粛々と粛々と挑戦的な感じで過ごしたんだよね、はい、それでもこんな風にね、お祝いをいただけるのはとても嬉しいことでございます。中はこんな感じになっております。かわいいね。じゃあ早速ね、一応僕の誕生日プレゼントということで、ダダダダダダ。じゃあ上から行こうかな、とりあえず。あ、これはかわいくないなんか。かわいい。ただのジップロック。緩衝材か。緩衝材なんだけど、このミッキーの感じ。あ、中に入ってないんだけど。そう、中に特には入ってません。はい、こちらにお品書きがありまして。これ、じゃあヒサに渡してもらおうかな、読んでもらって。わかりました。ね、なんかその方が、何、お品書きって何入ってるか分かっちゃうからさ。そうだよね。ああ、ただ全部が全部僕のプレゼントってわけじゃないと思うんですけど。え、違うの？いや、わかんない。そのつもり。で、今回ですね、送っていただいたのは愛さんでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、いつもありがとうございます。ということで、じゃあ早速お願いします。はい。じゃあ、お品書きから失礼します。はい、失礼します。じゃじゃん。いきなりすいません。ゾウさんのプレゼントとはまたちょっと違いましたが。はい。出産お祝い。あ、出産祝い。ありがとうございます。ありがとうございます。どちらでしょうか。ストアの袋にということで、はい、あ、じゃん、かわいいね、この袋、うん、かわいい。これが出産祝い。はい、なるほど。ストアの袋に入ってますと。では、はい、先に出産祝いから開けさせていただきましょうか。はい、開けていい。うん、うん、こちら、じゃじゃん。あ、お、かわいい。逆さまこちら、おくるみかな。あ、スワドル。そうです、使うのよ。はい、1個開けてみました。こちら、こんな感じの絵柄になっておりまして、かわいい。かわいい、いいね。最強。ミッキー、ドナルド、グーフィーじゃなくてプルートなんだね。かわいいです。クーって出ましたね。ありがとうございます。嬉しい。シンプルでね。はい、こちらはこんな柄になっております。ミッキー、ドナルドだね。うん、素晴らしい。ありがとうございます。もう本当にね、ありがたいですね。ありがとうございます。そして次、はい、こちら、じゃん。お、プーさんのケープ、はい、ケープ。これはただの一目惚れ。かわいい。かわいい。めっちゃかわいくない？嬉しい。すごいね。かぶり？かぶりというか、ボタンちゃんと、あ、ボタンになってますね。はい、こんな感じ。かわいい。かわいい。いいやん。ありがとうございます。ありがとうございます。早速着せますね。これさ、ね、本当、うん、ベビーカーのところに敷いといてさ。ああ、これベビーカー乗せても可愛いね、うん、今風ちょっと強かったらパッと倒るぐらいで。確かに。しかもね、めっちゃ気持ちいいのよ。あ、本当だ、フリースだ ね、うん、80から95、うん、ぴったりでございます。まだまだ使えそうだ。まだまだでございます。かわいい。そして最後入っていたのがこちら、はい、じゃん、なんだろうか。袋に入ってますね、はい、開けます。開けてください。じゃじゃーん。あ、やったー、だるまさん3冊ギフトボックス。これちょっとね、買おうかめっちゃ悩んでたんですよ。3つ目がですね、絵本をくださって、はい、まあ、0歳から人気の絵本です。ありがとうございます。嬉しい。これ人気ですよね。これめっちゃ人気だよね。身長計ついてるって書いてある。身長計、だるまさん身長計付き。あ、いや嬉しい。やろうやろう。誰がいや、そんな高い180以上のやつ。開けてみるか。うん、開けてみてほしい。結構なんか笑ってくれるらしいよ。あ、そうなんだ、うん、はい、だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだと書いてないね。だるまさん、じゃじゃーん。おー、おー、あ、これ身長計だって。身長計、だるまさんが、だるまさんのの本ですね。最後がだるまさんとの本ですね。あ、嬉しい。やってみようね。ね、やってみよう。すごい、ありがとうございます。しかも3冊セットってすごいね。すごい。こんなのあるんだ。だるまさんって3種類なのかな。3種類。あ、そうなんだ。だから全部セットって感じ。
あのね、はい、身長計、はいはいはい、いけます。180までいけます。本当だ、180までって書いてある。0から180までいけんだ。このぐらいってことでしょ。てか俺こんなでかいの。そうみたい。長い長い長いね。冗談でね言ってたのに本当に180まで測れるの。あるんだ、すごい ね。解説に使わせていただきます。はい、以上出産祝いでした。ありがとう。ちょっと締め方だった。、はい、ということで出産祝いでした。ありがとうございます。はい、あ、ちなみにこちら、はいはい、あ、どうもどうも。あ、これは多分お手紙ですかね。ありがとうございます。あの後でね読ませていただきます。ご当地のお菓子ということで。ご当地お菓子これかな。美味しそうだよ。あの多分ご当地お菓子は全部ヒエさんのためだね。美味しそう。はい。はい、じゃーん、こちらこちら、シェ柴田のチョコクランチ2種類。シェ柴田って聞いたことあるよ。はい、開けてみたらこんな感じの小分けになってますね。かわいい、嬉しい。じゃあ開けてみます。あ、すっごいキャラメルの匂い。マスク越しでも分かるぐらいのキャラメルの匂いです。すごい。あ、ね、おいしそう。じゃあひいさん食べてください。いいですか。いい、どうぞ。私は後でいただきます。うん、おいしい。いい顔してるわ。塩キャラメル。あ、塩キャラメルなんだ。めっちゃ塩キャラメル好きなんですよ、僕。めっちゃ入ってるね。これ何個入れなんだろう。12個入ってますね。ありがとうございます。嬉しい。そしてで、もう一種類、はい、こちらのチョコクランチ、じゃーん、あれじゃん、コメダコーヒーの白ノワールクランチとシェ柴田のコラボ商品なの。美味しそう。うわ、すげえ。前にね、これの何、小枝みたいなやつ、小枝かな、小枝、小技、小枝、小技、小技、小枝。 CM にあったよね。いただきましたが、今度はクランチでシェ柴田とコラボ。じゃーん、あー、あらまあ、はい、こんな感じのが入っております。お、かっこいい、高級感。あ、あ、これもまた美味しそうでございますね。本当だ。どうぞ、いただきます。はい、白ノワールだからね、未だにまだ食べたことないね。ふっくの方がメープルな感じと、こっちがザクザクしてる、うんうん、ちょっと硬い感じ。なるほどね。じゃあまた僕はちょっと後で食べさせていただきます。美味しいです。はい、じゃあ次行きましょう。毎度恒例、毎度恒例、カルディのおすすめ品をくださいました。はい、ありがとうございます。カルディコーナーでございますね。ありがとうございます。毎回恒例のカルディコーナー。ね、はい、美味しいのいつもご存知で送って。皆さんからカルディいただきますからね。ありがたいです。はい、一つ目こちら。入れてくださってるのが、アールグレイのティーパックと、クランベリーのドライフルーツ。これにドライフルーツ入ってんの？入れるんじゃない？あ、入れるのか。うんうん、あ、これは。入れてくれてる、入れてくれてる。なるほど、ありがとうございます。こちらですね、ドライフルーツとこのオリジナルアールグレイを、まあ、入れて飲むと美味しいと。美味しそう。ありがとうございます。またちょっと後でこれはいただきたいと思います。B がですね、はい、スープの素ということで。スープの素、あ、タイスープ。絶対好きじゃん。おー、めっちゃ好き、スープの素。これはなるほど、万能調味料ですと。スープはもちろん炊き込みご飯、茶碗蒸し、鍋にもおすすめですよって。炊き込みご飯いいね、これ、うん、美味しそう。ありがとうございます。なんかカルディいろんなのってんね。ねえ、 あっさり鍋の素、野菜がたっぷり食べれるだって。それめっちゃ美味しそう。美味しそう。へえ、具材のお肉や野菜を切り出すごまを加えたコクのある味噌の鍋の素だって、まあ、ね、味噌味の鍋の素らしいです。え、待って、こんなのあんの。はい、カニの味噌汁の素だって、うん、約13杯分、国産カニガラ粉末使用。すごい。これも大さじ1を 150ml のお湯に溶かすだけだって。めっちゃ簡単じゃん。これだって大さじでブル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 ってやるでしょ。さあ、すごいね。ありがとうございます。カルディいろんなの売ってるね。うん、でもう一つ、もう一つ、じゃじゃん、じゃん、高菜チャーハンの素。高菜チャーハンの素、美味しそう。何、これはチャーハンとしても使えるし、乗せても美味しいってこと。こちらも後ほど楽しくいただきたいと思います。何、まだあんの。じゃん、じゃん、バン。なんだろう、トリュフオイル。トリュフオイル、お父さんが好きそうだったの。これは完全に僕の誕生日プレゼントですよ、きっと。実はこれだったって。実はこれだった。すげえ嬉しい。トリュフオイル、もう何度も言いますけど、トリュフめっちゃ好きなんですよ。うん、香水だよ。持ち歩かない。持ち歩けるよ。何でもかけて歩く。かけて歩くわけじゃないもんね。ありがとうございます。いいね、嬉しい。トリュフ嬉しい。
トリュフにはめっちゃ嬉しいですね。トリュフ、トリュフ。じゃあ、おー、あ、待って、うん、嬉しい、これめっちゃ、はい、じゃーん、はい、飴かな、これね、チョコかな、うん、あ、チョコラか、美味しそう、コーヒーショコラと、うん、いちごミルク飴、なんでいちごミルク飴だったんだろう。いちごミルクめっちゃ好きなんですよ、僕。言ったっけ？言ってない気がするけどな、いちごが好きだからかな。そして、はい、ひーさんおすすめのリコラなんですけど、もう最近ね、喉がひどくて、もう咳が止まらないんですけど、これ舐めると一発なんですよ。で、ちょうどなくなったんでね。そうだね。で、また買おうかなって思ってたんで、ありがとうございます。そしてなんと、はい、じゃん、こちらをくださいました。こちらカルディのレモネードペースですね。あのこれ今あのメンバーシップをやってて、メンバーシップの中で、ね、生配信をよくやってるんですけど、その中でやたらみんながすごいね、カルディのレモネードを飲むっていう話をね、そう、うん、みんな今何飲んでますかって言ったら、そう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 、レモネード、レモネード、そう、炭酸割り、そうそう、カルディのレモネードベース炭酸割り飲んで、何？カルディのレモネードはすごい今流行ってるのね。デホです。デホなの。うちのチャンネルのデホはさ、ほろ酔いだと思ってたんだけどさ、もうあれなのかな、カルディのレモネードに移り変わるのかっていう話をしていて、ちょっと気になってたんですよ。みんながやたら飲むからさ、メンバーシップの人にやたら飲むって言っちゃいけないんだろうけど、やたら飲むからさ、これ終わったら早速飲みます、うん、はい、ありがとうございます、嬉しい ね、 ね。じゃあ最後、はい、最後、ゾウさんへのバースデープレゼントとして買いました。 ありがとうございます。よかったら使ってください、はい、ということです。ととこの、かわいい、なにこれ、かわいい、え、ここさ、ミッキーになってんだけど、これかな、すごいね、これ一緒に、あ、これ止めたんだ、入れてくださってました。なにこれ、オープン、オープンしていいの？はい、え、オープンしていいの？もう、はい、あ、ハッピーバースデー、はい、嬉しい、ありがとうございます。メッセージカードですね、おめでとう、あ、どうもじゃあ開けますよ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、せーの、じゃん、ほっ、あ、ちょっと待って、これどういうこと、なんだろう、わかんない、わかんない、なにこれ、ちょっと一個ずつ開けるわ、うん、うん、はい、こういうなんかポーチ、うん、というかちょっとしたやつなんだけど、ここを開けるとですね、ここ、あ、手拭き、うん、とかが入るようになってます。かわいい、なってて、うん、で、ここにチャックがあるんだよ、うん、このチャック開けると中からね、エコバッグが出てきまして、グーフィーだよ、え、どういうこと、と、これも、あ、入れてくれたのか、あ、嬉しい、かわいい、かわいい、ミッキーのエコバッグだ、なんでグーさんは逆さまなのかなわかんないはい、こんな感じ、入れてくれたんだ、ありがとうございます、ありがとうございます、そう、なんでエコバッグ入ってんだろうと思って、ちょっとわかんなかった、ドッキリドッキリドンドンだけど、お邪魔状来た、おー、ありがとうございます、はい、こんな感じですね、なんかいいね、ありがとうございます、これ使わせていただきます、めっちゃ嬉しい、これなんか手拭き入れられるのね、ちょっと欲しかったんだよね、ねー、あー、嬉しい、ありがとうございます、そして、そしてもう一個、最後ですね、せーの、はい、じゃじゃん、え、かわいい、めっちゃ、わ、あ、なんかこれ見たことあるよね、ポーチだ、違う、サコッシュだって、ここさ、ジッパーなのよ、これ、うん、拭けるよ、はっ、おー、音がいい、かっこいい、中に入ってる、一つ目、はい、じゃん、ウォルト・ディズニー・ワールド50周年セレブレーション50周年のポストカードが、かわいい、すごいね、かわいい、 あ、そしてこちら、はい、もう一個入っておりました、はい、じゃじゃーん、あー、携帯用アトマイザーだって、かわいい、かわいい、こういうね、ちょっとボトルタイプ欲しかったんだよね、そうだね、うん、嬉しい、あ、しかもこれさ、ひねったら寝てくるやつだ、こんな感じ、ひねったらこのシュッシュッとこう出てくるやつ、へー、ちょっと開けるよ、はい、開けました、これね、ここ蓋だと思いきや蓋じゃなくてね、これ、ほら、こうやってやったら出てくるんだよ、めっちゃいいじゃん、そう、で、シュッシュッってやってこう、めっちゃいいじゃん、いいよね、アルコール入れてもいいしね、うん、うん、いいと思う、で、これ、スポンスポンってやったらほら、こうなってるから、これに入れて、またカチッと、ありがとうございます、かっこいい、本当にありがとうございます、
かわいい。はい、ということで今回ですね、愛さんから出産祝いと誕生日プレゼントとTさんへの貢ぎ物を合わせていただいたといただきました。おいしいです。ありがとうございます。まあ改めまして、ね、誕生日を迎えて今年は初の家族3人そうだ、はい、誕生日だったので、まあいろいろとねできないことだったりとか、今までやってきたことができなかった年でもあったけど、逆になんかこう新しいことにチャレンジできたというか、うん、あの赤ちゃん連れてねホテルで泊まるっていうのは新しいことだったので、またいろいろとディズニーとか行きたいなと思っております、はい、今後もまた動画を出していきたいと思いますので、ぜひ皆さんもチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ではありがとうございます。またお誕生日でよかったね。365日誕生日なのでよろしくお願いします。いいよ。はい。